皆さんこんにちは。お集まりいただきまして誠にありがとうございます。 MC の青島です。今年のリコーイメージングブースではあなたの大切な人生のひとときを形作る相棒のような存在になりたいという思いをもとに Always with you をテーマとして展開しております。そして今回のステージでは大和田亮さんにご登場いただき GR と日常写真と題したセミナーを行っていただきます。大和田さんは仙台のお生まれで東京工芸大学芸術学部写真学科卒業、同大学院芸術学研究科メディアアート専攻修了、2005年にスイスエリゼ美術館によるリジェネレーション50フォトグラファーズオブトゥモローに選出されて以降国内外で作品を発表、著書にプリズム、ノーツオンフォトグラフィー、フォーム、伝わる写真などがあり、2011年には日本写真協会新人賞を受賞、現在は東京工芸大学非常勤講師もされていらっしゃいます。それでは早速お招きしたいと思います。皆様大きな拍手でお招きください。それでは大和田さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。こんにちは、大和田です。今日はですね GR と日常写真というふうに題しましてですね、普段やはりこう一眼レフであったりとかあとは大判カメラだったり、いろんなカメラ使うわけですけれども、やはり一番持ち歩くことが多いカメラとして挙げられるのが僕にとってはやっぱり GR ということで、日々ですね、撮る日も撮らない日もありますけれども、持ち歩いてどんな風に写真を撮っているかということをですね今日は、お話したいなというふうに思っております。で最初にですねこう常用カメラとして GR を持つ理由として、いくつかありますけれども、やはりですね、普段作品としてやはりこう様々な場所で、写真の展示を行うという部分で最もこう必要なのはですね画質の部分なんですね。それはレンズの性能なんかも合わせましてあるところもありますが、あとはこう物理的にですねどれぐらいの画素数で、撮影できるのか、どれぐらいの、情報量を得られるのかといったところがこう非常に重要になるというところがあります。こちらのですね、写真の方は後でそちらにパネルで見てもらえると思いますけれども、もちろん GR で撮ったものなんですが、こういった作品もそっちでもだいたい全紙ぐらいの大きさで出てますけれども、だいたいですね、雑誌掲載なんかですと A3 ぐらい、あとは作品として展示するときは大きくて1メートルぐらいというのがだいたい僕のこう展示の、プランで多いところになりますが、そこではですねだいたい1600万画素クラスの GR というのはどれぐらいの大きさに、伸ばせるのかというところが、一つ問題になります。画素数としてはですね 400dpi にすると、ちょうど A4 ぐらいですね。で 200dpi、だいたいですねプリンターで出したときに 200dpi ぐらいあれば、人間の目には十分な解像度あるわけですけれども、それですとだいたいそちらに、今プリントされている大全紙、ぐらいですね、62センチぐらいの大きさ長辺になります。で、そこからですね、バイキュービックなんかで拡大する、要は画素数をこう拡大表示して出す場合にだいたい 50% ぐらい 150% の、大きさぐらいまでですと、今のデジタルカメラだと無理なく引き伸ばせるところがありますので、それぐらいに伸ばすとですね 200dpi の場合に37インチ、までは、しっかりと画質を保ったまま、その無理なくシャープネスを保ったままですね、出せると。でそれが94センチ、37インチですので94センチぐらいということですので、ほぼ、作品として、使っていくには問題のないレベルにあるというのが1600万画素クラスの、カメラということになるわけですね。でそういった場合に、
まあ、やはり僕ら、写真家としてこう普段いろいろ撮るわけですけれども、撮りながらですねやっぱりこう、まあ、ちょっとした記録というのもありますが、やはりこう写真になるタイミング、写真を撮ろうと思うタイミングというのは様々日常ありまして、まあ、そこでこうパッと手に取った時にやはりそれが、後々まで残る作品になるかもしれないというその可能性の中でやはりこうカメラというものを選んでいるわけですね。でその中でやっぱりこう今回、まあ、GR というのはその画質の面あるいはその、まあ、レンズの描写という面でもですねあの大変あの重宝するカメラになっています。で、先ほど 28mm という画角の部分についても書きましたけれども、まあ、皆さん、まあ、使っていらっしゃる方も多いと思いますけれども、やはりレンズの描写というのは結構気になるところはあると思いますが、今のまあデジタルカメラにとってですね、まあ、僕自身がすごく使いやすいあるいは、いい構造だなと思うもののほとんどはですねやっぱりレンズ一体型の、構造をしたカメラなんですね。で一眼レフというのは、レンズを交換できるという最大の特徴を持ってますけれども、それをこう作るにあたってはやはりこうセンサーに対してさまざまな画角のレンズだったり、まあいろいろ調整が必要になってくるわけですけれども、レンズ一体型の場合はですねそのより規制が少ない、自由にレンズを設計できるという部分においてすごくそのこの GR が積んでいるセンサーに対して最適化されたレンズがちゃんとつけられているという部分があります。まあ、そういう意味でですねやはりこう一番の特徴としては破綻がない写りをするわけですね。で、まあ、もっと言ってしまえば普通に写るということなんですけれども、この普通に写るというのがやっぱりすごく自分にとっては信頼できるレンズの性能なんですね。その例えばレンズの味が強いものですと、まあ、周辺の描写ですとかあるいはシャープネスであったりあるいは色のノリというのが ある意味大変個性的な、写りをするわけですけれども、やはりその部分で普通にこう写る、しっかりと改造されるという部分がある GR というのはすごく、まあ、ある意味で何でもこう使いやすい使い勝手のいい、構成になっていると。でそれにプラスしてですね、やはりこう 28mm という画角なんですけれども、まあ、皆さんもこう持ってみると分かるんですけども 28mm というのはですね、突然使うとすごく使いにくい画角なんですね。まあ、皆さんこう 35mm だったり 50mm だったりという標準レンズお使いの方多いと思いますけれども 28mm というのはですねなんかこう普通に写すと、広いんですね。やっぱりで広角なんですけれども 24mm ほどその広角らしさがなく、まあ、35mm いや 50mm が持っているような標準っぽい感じ、まあ、ちょっとしたこう近寄った時の望遠のような効果というようなものも薄くてですねどうしてもこう体の中に体感できない画角なんじゃないかなと思うんですね。で、例えばこれは結構その、まあ、慣れもありますけれども、映り込んでしまう面白さというものに慣れてくると28mm というのは大変面白くなります。例えばこの写真なんかも、まあ、ストロボ焚いてますけれども大体ですね、この 28mm の GR を使う時というのはどういうふうに撮ってるかというと、まあ、こう持ってですね、まあ、そっちに被写体がいると。で被写体がいるときに被写体と自分とレンズの部分ですね、被写体と自分と、カメラをですね一直線に結ぶわけですね。で結んでパシッと撮るということなので、スナップとしてはだいたいこういったその、まあ、日の丸に近いような構図になってくるところがあります。ですが、まあ、そのストレートにバシッと撮るという意味ではそこで撮ってみると、例えば四隅の方だったりですねそういったところに、自分ではこう思いがけないさまざまなものが映ってたりとか、
まあ、描写がそこでこう面白かったりすることがあって、その写真としてのこう味わいというのがですね結構出やすい、そういったところもあって 28mm というのは使ってみると、慣れてくるとですね、すごく面白い、写真になることがあります。まあ、いろんな写真撮るわけですけれども、まあ、こういったその、まあ、精密な描写を必要とする風景写真なんかもやっぱりこうちょっと、旅行に行った時とかそういった時にも使っています。でここでもですねやはりこう例えばこの芝生の描写細かい描写が、大変こう細密にですね密度を持って写ってるところであったりとか、あとはそのこう池のさざ波のこう感じとかですねそういったのもありますけれども、それと同時にやっぱりこう、まあ、大きいセンサー積んでますのでまあ、やっぱりいろんなこう濃度のところをこう粘り強くこう情報を保ってくれるわけです。でこれで言うとですねこの池の一番上中央の上の方ですね、そこら辺もハイライトありますけれども、情報がしっかり残ってる分ですね、まあ、しっかりとこう、まあ、階調をこう残した描写ができると。でそういうところがやっぱりこうちょっとした、まあ、露出の違いなんかで飛んでいってしまったりするとですねどうしてもこう少し情報量として少ない写真になってしまう時があります。これなんかもすごくその好きな写りをしている、写真の画像です。特にですね肘のあたりのこうハイライト、光が当たっているところと後ろのシャドウですね、そのあたりのこう際の部分の描写とかそういったところのこうなんて言うんでしょうね、こうシャープなんだけどこう柔らかい、描写というのがすごく気に入っていて、そこからこう顔に向かって、指がこう伸びていくというような、その、まあ、捉え方写り方というのがすごくその綺麗に出ています。これもやっぱりこうちょっと、密度のある捉え方をしたい、シーンですね。でこれの場合はですね露出はだいたいこうマイナス1ぐらい、まあ、マイナス 1.5 ぐらいですかね、アンダーに捉えています。そうすることで、その川の水の流れの質感であるとか、この横のこう少し濡れたような緑の再現というものをこう艶やかに再現することが、可能になります。これも、その近くで捉えた、写真ですけれども、これもですね少しハイキー調の、仕上げをしているものですが、まあ、柔らかで、すごくこう細部までしっかり描写されていることが分かります。特にまあその明るい部分のですね、歯の描写、そのあたりを見ていくと、そういったその、まあ、その写真のですねこうどういう再現になるか、というのがよくわかります。で例えばより小さい、センサーを積んだものであったりするとこの辺のですね描写が少しずつこう鈍くなっていくんですね。でこの歯の描写ハイライトでありながらすごく細かい描写というのがしっかり描かれることで、すごくこの全体の柔らかな感じの中に密度があってですね、再現としては大変こういいものになっているんじゃないかなというふうに思います。これはですねマクロモードで捉えた写真ですね。マクロ、まあ、前までの GR だと、まあ、より寄れたんですけれども今の GR は10センチまで、寄ることができます。これはまあ10センチギリギリぐらいまで寄った、形のものですね。水滴のこう描写が中央のあたりすごくこう綺麗に絵が描かれていることが、分かるんじゃないかなというふうに思います。で、まあ、こうガラスが湾曲してますので、まあ、上下に向かってこう柔らかくボケていき、まあ、背景のところは、大変大きくボケていると。まあ、広角ですけれどもやはり、センサーが大きいですのである程度寄るとですね、
しっかりとしたボケを使った写真というものが可能になります。さまざまなですね、被写体やっぱり日々持って撮るわけですね。でこう何かハッとこう気づいた時とかそういった時にさっと撮ってるわけですけれども、先ほどまあ一番最初のスライドで、お見せしたカメラとしての魅力というところ、やはりね、それはこう僕がこう GR を、持ち始めたきっかけといいますか、それをお話しするといいのかなと思いますけれども、僕はこう大学時代、まだデジタルではありませんでしたが、フィルムの GR ですね、を持ち歩いて写真を撮ってました。で、写真芸術学というですね、授業が、講義の中でありまして、そこでは僕の、先生というのは細江英光先生という方だったんですけれども、毎回いろんな、ゲストの、先生を呼んで、写真を批評してくれたりですね、さまざまな写真を見せてくれたりといったような授業です。でその中でいらっしゃったのが細江先生の弟子でもあった森山大道先生という、方が、先ほどあちらでも講演されてましたけれども、いらっしゃってですね、やっぱりもうその頃の僕らにとってはスーパースターなわけですね。今もスーパースターですけれども、森山先生が、来てくださって写真の、批評をしてくださる。で普段どういうふうに撮ってるのかという話もしてくれるわけですが、そこでやっぱり僕がこう使うのはこれだけだけどねとこう胸のポケットから出してこう見せてくれたのが GR だったわけですね。でその頃、やっぱりですね、憧れがやっぱりあるわけです。写真家というもの、自分もいつかこうなりたいというところで、頑張って勉強してたわけですけれども、その中でやっぱりみんなカメラ、選んでるわけですね。でそこでは、ある人はやっぱりライカであったりですね、ハッセルブラッドであったりで、僕は GR を持ち歩いて撮ってましたけれども、やはりこうなんでそういうカメラを選ぶかというと、憧れの写真家であったりですね、なんかその誰かが使っている、あるいはすごくいい写真、自分が気に入った写真がそのカメラで撮られていたということを知ると、やはりそのカメラを持ちたくなるわけです。でそのカメラを持って写真を撮っているだけでなんとなくですね、こう写真家に近づいたようなそんな気分になるわけですね。でそのカメラが僕にとってはやはり GR だったというところがあります。ですからその頃、GR とあと GR21 というですね、より広角の 21mm がついた、フィルムカメラもあったんですけれども、その2台を持ってですね、よく撮り歩いてたわけです。でそんなこともあってやっぱりこう GR っていうのはですね、今も、スタイルは少し、変わって、デジタルになりましたけれども、やはり持っているとどこかその写真を始めた頃の、写真に対する憧れであったりとか、あるいはこう森山先生に言われたようなもっとたくさん撮ろうと、写真はたくさん撮らなきゃダメだということが思い起こされて、やっぱりそれが僕のこう GR 持ち始めたきっかけであり、今でも、感じている魅力なんですね。ですからやっぱりこうカメラというのはですね、何が重要かというと、そのカメラ持っているとですね、なんか写真が撮りたくなるというようなカメラがやっぱり一番、いいカメラだと僕は思うんですね。もちろん画質だったりですね、ついているレンズだったりさまざまな要素ありますけれども、そのカメラを持っていると写真をいっぱい撮るということがあればですね、それ以上のものはないように思います。それが初め僕にとってはやっぱり GR というものがあったわけですね。さまざま今スナップ見せてまいりましたけれども、日常の記録としてですね、やっぱりこう一番多く接する被写体の一つとしては家族というものがあります。常にこう身近にというかポケットに入ってたりとかですね、そういうカメラが GR なわけですから、家の中でも外でも、子供と遊びに行ってこうハッと記録しようと
いう時にはやっぱり GR で撮影するわけです。でそこではですねやっぱり最近はこう iPhone だったりとかそういうもので撮ることも多いですけれども、先ほど言ったその、まあ、撮る感覚というかですねやっぱりこうそのカメラを使って撮るということの、まあ、特別さがやっぱり僕にとっては、ちょっとあってですねやっぱりこう携帯で撮るときとは写真を撮る意識であったり姿勢といいますかそういったものがちょっと変わってくるところがあるんですね。でこれなんかは、まあ、夏の、水遊びしているときに、ストロボを焚いて、撮ったでデイライトシンクロの、写真ですけれども、やっぱりですねこれをまあある意味1600万画素ぐらいの、すごくしっかりと改造してくれるレンズで撮った場合こうずっとこう拡大していくとですねこう髪の一本一本の輝きまで見えてきたりとかそういったところのディテールであったりですねそういうその再現 の、 あの自然さ、まあ、シャープネスですねというところが、やっぱりも、まあ、僕にとってはどうしてもこう、まあ、見てみたいところどうしてもこう写真を撮るというのとそれをもっとよりずっと見ていたいよく見てみたいというところが僕のですね写真を撮るこう一つのきっかけになりますのでそういった描写性解像性ですねというのはすごくその、まあ、重要なものになりますけれども、まあ、やはり GR で撮った時にはその、描写というものがすごくしっかりとですね再現されますのでそこに関してはかなりこう信頼を置いて撮影をしているというところがあります。これなんかはですね逆光で、捉えている写真ですね、まあ、ここでも、やっぱり素子が大きい、もので撮ってますので、まあ、なんか余裕のある描写というものが見えてきます。まあ、下から扇風機でこう髪がこう少し揺れ動いているような写真ですけれども、そういったこうブレの部分だったりですねそういったところにも無理なこうシャープネスをかけてないのですごく自然で柔らかい、再現というものを見ることができます。この辺もこうなんか白と黒の、コントラストを見ながら、捉えている写真ですね。やはり、まあ写真のこうコントラストというのはすごく重要で、目で見たコントラストとですね写真で再現されるコントラストっていうのは随分違うわけですね。ですからまあその強烈な光と影を映そうとするとどうしてもその露出の決定というのが重要になってきます。でこういったその強い夕日が、当たっているような写真でも露出の部分ですねを、しっかり意識することで肌の再現とかそういったものを、しっかり見せることができます。これは逆に淡い描写淡いコントラストで捉えた写真です。まあ、夕暮れの、まあまあ、光が当たっていないところで捉えている写真ですけれども、そういったところではですねすごく柔らかいコントラスト今度は、空なんかの微妙なグラデーション、そういったものが、再現できるところが、すごく重要になるところがあります。これなんかは光と影というよりは色のコントラストの部分ですね。まあ、大変ビビッドなマゼンタの、再現というものを、見せています。まあ、こういった色の再現というのは結構この何でしょうね透過原稿といいますか、まあ、プロジェクターだったり液晶で見るとより綺麗なんですけど、まあ、これをですねプリントするときというのもまあ、その一つ一つのこう色の分解を見ながら、調整を行っていきます。でそうするとそのこの羽のですねこう細い質感ですねそういったものが見えてきてビビッドな色の中にこう豊かなこう質感描写が見えてくるというところを再現することができます。これも先ほどと同じような場所で撮ってますけれども、大体ですね、構図としては先ほどから、真ん中に捉えているものがやはり多くなります。
でこれはですね、先ほど言ったこうカメラを持ってこう大体被写体に対してまっすぐ、カメラと自分と被写体を結んでパッと撮ってるというところがあります。ですから、まあ、この液晶のところにですね、一応見えてはいるんですけれども、ほとんど見てなくて、大体この上を僕の目線が通過して被写体を見てパッと撮ってるというのがほとんどです。まあ、その方法でですね、しっかりと被写体というのは大体こう、まあ、写真のフレーミングの中に収まって、その場の風景だったり状況だったりというものが、適度にですね映し込まれるというところがあります。これが 50mm だとですね、まあ、35mm でもそうですけれども、これのこう大体ソファーを中心に、まあ、人からこう、まあ、二回りか三回りぐらいちっちゃくなるわけですね。でそうすると、この写真というのは 50mm でこう同じように同じスタイルで撮るとですね、ポートレートのような表現になると。でもこの 28mm だと、その場の状況であったり光景を含んだスナップになってくるところがあります。なので、まあ、ポートレート的にですね撮ることもできますけれども、やはりその場のこう自然な風景をパッと残すという意味では 28mm というのは結構なんかこう自然な形で、変な自分の表現を入れないでですね撮れるというところが、すごく面白いカメラだというふうに思います。これはですね、去年、名古屋にですね、ワークショップで行った時、10月だったと思いますけれども行った時の写真なんですけれども、まあ、残念ながらですね台風が来て、次の日全然こうもう電車が走らないような状況になって、ワークショップが中止になって、午後からのトークショーだけでですねやって、来た時のものですけれども、これはその前日、前日入りした時に撮った写真です。まあ、次の日のこうトークショーで見せようというふうに撮った写真で、その場で現像したりですね、調整したりという、時間がなかったのでですね、全部 JPEG で、撮影した写真です。まあ、普段はローで捉えてですね、しっかりと細かいところまで調整するんですけれども、これは JPEG で撮って、いるものです。で、まあ、GR いろいろ設定ありますけれども、だいたい普段はですね、サイドとコントラストとシャープネス、それから周辺原光という4つをこう、コントロール調整できるんですね。でそれの中でサイドっていうのを6にしてですね、コントラストも6で、シャープネスを3で、周辺原光を、弱か中にして使うというのが大体僕が使っている設定です。で、まあ、そうするとですね、まあ、露出を合わせればこういった写真になる。まあ、中央の雲のところなんかですね、多少明るくなってますけれども、周辺原光をつけているために四隅の方は暗くなってですね、雲の、まあ、質感というのが、出てるんじゃないかなというふうに思います。あとはですね、これエフェクトをかけたものですね、モノクロームのエフェクトをかけてます。ハイコントラストに、するエフェクトもありますけれども、僕の場合はですね、大体その場の、撮るものの、機能に合わせてコントラストに合わせて、まあ、モノクロの設定を変えてます。でこれもですね、周辺原光を、まあ、かけつつコントラストを少し上げた、設定のモノクロームです。こういった場合、まあ、モノクロームで捉えますので、モノクローム的なこうものの見方で大体被写体というのは選んでます。例えばこう白いもの、あるいは、暗いもの、そういったものがどういうふうに画面の中で構成されるかということを考えて撮影しているわけですね。ですから、まあ先ほどの家族写真とは違って、ある程度なこうこの中で構図を見て撮っているところはありますけれども、まあ基本的にはカラーとモノクロで、やはりこう考え方を変えて構図を作っているというところがあります。これはですね、名古屋の、トークショーの後、台風が完全に過ぎ去った後の、すごくこう晴れ渡った、空ですね。まあ、これもこうビルの、
窓のところから撮ってますので、まあ、蛍光灯の映り込みなんかがこう入っていてですね、この夕焼けに向かってその蛍光灯が伸びていくような形でちょっと角度を変えて、捉えてます。まあ、これもこう周辺原光を落として、撮ってますね。あとはですね、これなんかもそうですけれども、ホワイトバランスを少し変更することで、特に夕焼けなんかはさまざまな色になってくる。普段だいたい太陽光というのはですね 5200K とかそれぐらいの設定になりますけれども、それを例えば、3500の、タングステンの設定なんかにすると青が、引き立ってきたりですね、逆に6500とか、その曇天とか木陰のような設定にするとオレンジが強くなったりということがあって、まあ、その場で、変えることもありますし、あとはまあローで撮ってればですね、その後の現像時にいろいろ変えられますので、まあ、ホワイトバランスで色の再現をいろいろこう変えてみるというのは面白いんじゃないかなというふうに思います。ここからはですね、また東京に戻ってきまして、まあ、日常のスナップ、まあ、毎日持ち歩いて、まあ、日に数枚撮ることもあれば、まあ、数十枚撮ることもありますけれども、まあ、大体、毎日1枚ぐらいはですね、少なくとも GR でシャッターをしているような気がします。今日もですね、まあ、いつもに比べるとちょっと早く家を出たので、まだこう朝日が昇ってくる頃で、まあ、すごく綺麗な空の色でしたので、まあ、その辺りでこう写真を撮ったりですね、まあ、去年なんかはちょうど CP プラス雪が降って、で、まあ、その写真を撮ったりという形で、まあ、毎日何かのこう変化はやっぱりあるわけです。その、まあ、夏と冬もそうですし、こう毎日ですね、光が差す角度だったりとか、そういったものというのは変わってくるわけですね。まあ、家の中なんかで撮っていても、こううちのこう窓の一つはこう西日がすごく入るんですけれども、そこもですね、もう冬になるにつれてどんどんこう光が長く入ってくるようになる。で、まあ、夏になるとまた違った角度で差す。で、光が違うとですね、やっぱり同じものでも全然違う発見がやっぱりあるんですね。で、そういったものっていうのがやっぱり写真にとってすごく重要で、光の当たり方、光の角度、まあ、そういったものが違うと、やっぱり写真が変わってくる、ものが違って見えてくるというところをやっぱりこうなんか毎日こう探しているような感じがするんですね。これなんかは朝食を取ったものですけれども、まあまあ、最近は結構こうブログとかですね、そういったものでも毎日の食事であったりとかそういったものを挙げている方も、いらっしゃったりしますけれども、僕もですね、割と作品として見せたりっていうのはあんまないですけれども、その日の朝食だったりとかですね、食べたものだったりそういったものをよく撮ることがあります。特にですね、朝の、こうちょっと柔らかな光の時に、こういった写真撮ったりしてますね。で、28ミリの画角で、寄っていっても、まあ、APS の大きさの素子がありますので、これぐらい寄るとですね、すごく広角で撮ったようには見えないような柔らかなボケを使ってこう撮ることもできます。あとはですね、まあ、一つ、コツとしてはですね、これ逆光気味に撮ってるんですね。これを順光気味に撮ると食べ物ってあんまり美味しそうに見えないんですよ。で、この目玉焼きのこうちょっとした照りといいますか、キラキラ輝くような感じ、そういうのを出すには逆光で撮る。だから要は、窓があるとしたら、窓側に向かって撮影するんですね。で、こう光が差す側にこっち側に向かって撮るとですね、全然違う写真になるのと同時に立体感が全然なくなって、
色のこう風合いなんかも全然変わってしまいますので、うまくなんか撮れないなと思った時は、例えば家の電気を消して、まあ、蛍光灯だったりですね、そういったものを消して窓からの逆光、それ曇りでもね全然大丈夫です。柔らかい逆光でいいので、それで撮ってみるとすごく綺麗に、撮れるというふうに思います。これは取材に行った時、に泊まった旅館でですね撮った写真です。なんかこう、まあ、部屋を出る時にですね、こう朝のこう光がこう入ってきて、その畳の目がですねこう縦と横にこうキラキラ光っているというようなものが目に入って、撮影したものですね。まあ、こういったその、まあ、日常的な風景であったり、パッと目に入った風景というものに対してすぐ胸ポケットから出してですね撮れるという意味では、スナップとしては大変重要な、役割を果たしているんじゃないかなというふうに思います。これもですね、ちょっと重厚に捉えてますけれども、その取材に行った時にさっと撮っているものです。やっぱりこの木の枝なんかの細い改造を見てもですね、十分しっかりと再現されているのが分かるんじゃないかなというふうに思います。これも同じようにですね、ある程度こう構図をがっしり捉えて、まあ、例えば中盤とか大盤を使うときに近いような撮影の方法を使って、撮っているものですけれども、例えばそういうときというのはやっぱり構図しっかり見ているわけですね。この建築の構図だけでなく、背景にある例えば六本木ヒルズが、切れないようにとか、ここまでちゃんと入るようにとか、そういうものを見ながら捉えている。だから、まあ、一眼レフだったり中盤デジタルだったりですね、そういったものを使うときに近い捉え方をしているわけですけれども、まあ、スタイル、まあ、カメラのスタイルが違うだけで、まあ、その辺もこうしっかり描写は、することができるということですね。これは去年の、雪の日に、撮影したものです。こっちはストロボ焚いて撮ったものですけれども、去年の CP プラスの帰りですね、ちょうどですね、去年はちょうど CP プラスの時に大雪が降って、まあ、東横線も止まりまして、まあ、1日なくなったんですけれども、その辺りに撮った写真です。雨とか雪の時はですね、ストロボを焚いてみると、その巡航の光がその近い雨とか雪の、部分に当たって、こういったその、まあ、よりその雪とか雨が目立ったような状況で撮れることができます。だからぜひですね、その雨とか雪の日にストロボっていうのは使ってみると面白いんじゃないかなというふうに思います。これはこう左下から中央に伸びる構図を使って、撮影しています。まあ、ちょっと斜めにしてですね、その夕暮れの感じというのを、出している写真です。これも家の近くで撮っている写真ですけれども、まあ、家の窓を、さっと見上げた時に、そのシルエットが、見えて撮った写真。まあ、中央に露出合わせてますので、他は暗く落ちてますけれども、そのシルエットの描写がですね大変綺麗に出ている写真です。これは排気調にちょっと仕上げた、写真です。まあ、エフェクトだったりですね、カメラ内現像なんかでもできますけれども、少しふんわりとした、描写になる、設定ですね。先ほど言ったホワイトバランスですけれども、まあ、普段はやっぱり太陽光の5100から5500ぐらいの間を使いますが、まあ、こういったその青をこう基調に、再現したい場合、表現したい場合というのは、タングステンの、ホワイトバースとかですね、そういったものが大変よく、機能するところがあります。この辺はですね、こう片手にやっぱり GR を持って、まあ、手を引きながら捉えている。まあ、毎日たくさん撮っているので、その中から何をセレクトするかというのが、やっぱりまあ写真家の仕事の一つなんですけれども、これなんかはですね、その影だけでなく、左下にこうちょっと跳ね上がったような紙があってですね、その質感が良くて、選び取っている写真です。
これもこうクラブなんかで撮った写真ですが、ちょっと灰皿とかですね、そういったものに立てかけて、28mm の画角の広角ですので、ブレにはある程度強いというか目立ちにくいところはあるんですが、ちょっとこうしっかりとですね、固定して撮っている写真です。この写真なんかもですね、やっぱり光の位置を見て撮られている写真ですね。子どもたちが歩いていって、光が灯ってるビルからこう光が漏れてきてる、あの辺りに行った時にこう押そうという形で撮っている写真です。それによってこう子どものこうシルエットがですね、こうふわっとこう見えてくるような、写真です。これなんかは車窓からですね、こうパッと撮られたような、写真です。これはですね、強い逆光の中で、アンダー気味に撮られた写真ですね。この逆光の風景も綺麗なんですけれども、その下のですね、やっぱりこう照り返しの部分なんかの描写が、しっかりしているというところがやっぱりこういった写真にとってすごく重要で、あそこのところがですね、白飛びしてしまうような形になると全く違う写真になってしまいますので、その部分をですね、気をつけながら仕上げている写真です。これなんかも同じようにやっぱり光を、見て捉えている、なんかこうさっと光が入ってきて、それが印象的でこうパッ とスナップしている写真です。これなんかはですね、暗い場所、撮ってますけれども、これも同じようにちょっとこうカメラをこう固定して、ちょっとこう壁にこうくっつけたりですね、そういったことをしながら撮っている写真です。ある程度そのやっぱり感度は上げすぎない方がですね、綺麗に撮れますので、ギリギリ、僕の場合だと8分の1とかぐらいまでは、撮ろう、あんまりぶらさずに撮ろうというふうに、考えます。これは山形の、蔵王で撮影した写真ですね。山頂に近い、方ですので、だいたいマイナス15度ぐらいの、中で撮影している写真です。すぐ撮って出して撮れるというのはそういう時やっぱりありがたくてですね、やっぱり手袋を取ってこう撮りますので、言ってしまえば寒いんですね、やっぱり。そういう中ですぐ撮れるというところでは大変重宝しますし、そういうカメラがしっかりとした描写をしてくれる、これはこの大きさでしか 見れないですけども、例えばプリントしたときとか、画像拡大したときに雪のですね、こう質感、こう一粒一粒というか、そういうのが見えてくる感じ、そういうものまで描写しているというのが、この携帯性でできるという、のがやっぱり、やっぱり今のカメラの凄さなのかなというふうに思います。28mm の広角ですので、こういったその、パンフォーカスのようなですね、ものも撮れますし、これもやっぱりふとした瞬間、さっと撮りたい、これエレベーター乗っててこう光がこうさっと入ってきた時に足が輝くようなシルエットになったと。でその一瞬を撮りたいわけですので、やっぱりその即時性といいますかですね、それの、良さがしっかり出ているのかなというふうに思います。今日はさまざまな、写真を見ていただきながら、画質であったり、携帯性、そういった話もしましたし、あとはレンズなんかのですね、面白さ、特に28mm というものに慣れてくると、やっぱりこの GR っていうものをこ うまく使いこなすことができるのかなと思いますので、やはりですね、その画角の感覚、先ほど言ったようなこう手を伸ばして被写体とまっすぐ、まず線を直線で結んでみるというところから始めていくと、自分なりのこうなんて言うんでしょうね、無駄な表現がなくなると言いますか、そういうところが出てきますので、ぜひちょっと28mm という画角に使い難さを感じている方はですね、試してみてほしいなというふうに思います。いろんな写真、お見せしましたけれども、何かこう普段のスナップだったりですね、そういったもののヒントになれば、すごく良かったかなというふうに思います。
今日は、これで終わりになります。ありがとうございました。貴重なお話ありがとうございました。皆様、大和田さんに今一度大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。ありがとうございました。さて、次回ステージですが、17時15分から全天球で撮るリコーシータの楽しみ方をステージを行ってまいります。ぜひ皆様こちらもご聴講ください。またお手元にアンケートをお持ちの方は受付にてノベルティと交換をさせていただいております。皆様、ステージ左手インフォメーションカウンターまでお持ちくださいますようお願いいたします。それでは引き続きリコーイメージングブースにてごゆっくりとお楽しみください。ありがとうございました。